はい、皆さんこんにちは、こじこじです。今回はね、こちらね、なんでこんなつけのいいものなんだよとか思ってるかもしれないですけど、はい、今回はハードオフに行ってきた動画第2弾です。はい、ハードオフに行ってきたので買ったものを紹介していきたいと思います。はい、まずね、こちらでかいの、これ何なんだよっていうね、はい、こちら買ってきました。ハードオフで、はい、見えますかね、値段まで映りますかね。はい、ハードオフで買ってきた、はい、500円のね、LD プレイヤーです。LD プレイヤーってみんなご存知ですかね。はい、これ、LD プレイヤー、はい、これですね。はい。すごいですね。やっぱり、昔の製品だって、だけあって、すごい重いし、ね、バカでかいという。はい。LD プレイヤーね、ご存知ない方もね、いるんじゃないかなと思うんですけども、LD プレイヤーはね、DVD が出る前ですね、90年代、80年代の終わりにかけて発売されたね、光メディアのプレイヤーですね。ビデオデッキと同じぐらいの時代にね、出てたもので、ビデオよりね、映像の劣化が少ないとか、そういったことで、マニア向けのね、商品だったものですね。はい、僕もね、大学生の頃からね、ディスクが安いんで、欲しいなと思ってたんですけど、なかなかね、いい状態のね、ジャンクに巡り合わなくて、2000円、3000円して、トレイが開かないとか、読み込みがしないとか、そんな感じのね、ちょっとレベルの高いジャンクだったので、僕も買わなかったんですけど、今回500円でね、それもね、そこのね、これ買ったお店は、ジャンクのチェックコーナーっていうのがあるんですよ。僕、主に2つのお店行くんですけど、ジャンクのチェックコーナー、片一方のお店にあって片一方にないんで、全国共通であるのか知らないですけど、電源とモニターとスピーカーみたいのがあって、はい、こういうね、ジャンクの商品をね、お店の人に行ってね、ちょっとね、チェックさせてもらえるね、自分でチェックできるコーナーがあるんですけども、そこでね、軽くチェックしたらね、電源が入ってトレイが出てきて動いてる様子だったので、はい、500円安いので買うことにしました。今日はね、でね、動作試験用にね、はい、こちら、はい、エイリアン1かと思ったら4でした。はい、こちらね、はい、値段映ってますかね、100円でした。はい、はい、でね、はい、続いて、はい、こちら、はい、ターミネーター2、名作ですね、こちらも、はい、100円でした。はい、はい、こちら、はい、インディ・ジョーンズ最後の戦線、これもね、名作ですね。こういったものがね、昔懐かしいね、ビデオがね、100円でね、こう売ってるんで、ね、LD プレイヤーね、いいなと思ってね、ずっと欲しかったんですよ。でね、ついに手に入れたので、今日はね、こちらで皆さんとチェックしていきたいと思います。はい、でね、続いて、はい、こちら、じゃーん。PC エンジン。懐かしい人には懐かしい。知らない人は、はい、何それっていうね。はい。ゲーム機ですね。こちらね、NEC が出してました。ファミコンとね、同じぐらい、同世代ぐらいのゲーム機ですね。はい。ね。あ、500円で買いました。はい。でね、コントローラー別売りで324円しました。はい。税金 8%、ちょっと痛いです。はい。ってことで、自分で結構ね、ゲーム機集めてるんですよ。はい。まあ、スーパーファミコン、ファミコン、ね、ニンテンドー64ゲームキューブなんか当たり前で、メガドライブ、3DO、ネオジオ CD、ね、なんだろうな、セガサタン、PS、PS2、ドリームキャスト。まあ、古い機械は大体あるんですけども、MSX を持ってますね。はい。でね、これ、PC エンジン、なかなか手に入らなくて、やっと手に入った品物ですね。はい。まあ、ね、このセットで800円だったら、良心的かもしれませんね。はい。ってことでね、はい、こちらね、チェックしたいんですけども、ちょっとソフトが手に入りませんでした。で、しかもね、出力形式のね、RF 端子。皆さん RF 端子ご存知ですかね？20歳以下の子は知らないかもしれませんね。いくらお兄ちゃんがいても20歳以下の子は RF 端子でゲームしたことないかもしれないです。RF 端子ってね、これ、自分がね、持ってるものなんですけども、こういったものでね、はい、ここ RF 端子つないで、こうね、アンテナから出力するって形式のゲームをやるやつですね。今、地デジの時代にね、どうやってプレイするんだよって人もね、結構いると思うんですけど、アナログの2チャンネル、昔から2チャンネルを押すとゲームができるっていうね、はい、そういうものになります。これはね、ちょっと動作確認してね、絵になるかわからないんですよ。砂嵐の画面がバーってなってるのが、パッと電源入れた瞬間に止まったら、動作確認できたってぐらいのソフトがないとそれぐらいの品物なんで、ちょっと動作確認するのは、はい、こちらの LED プレイヤーメインでやっていきたいと思います。はい、じゃあちょっとね、はい、この場所から移ってテレビの方に行きたいと思います。はい、はい、皆さん
映ってますでしょうか。じゃあね、ちょっとね、セットアップしていきたいと思います。はい。じゃあまずね、はい、電源をコンセントに挿します。でね、このね、AV 端子、はい、映ってないですね、僕で。はい。はい、AV 端子を、はい、挿していきますと。はい。同じくね、こちらにテレビあるんですけども、テレビにも挿していきますと。はい。はい。ということで、セットアップできました。僕映ってなかったですね。意味ないです。いる意味。はい。ということでね、まずね、エイリアン4、見ていきたいと思います。エイリアン4ね、シガニー・ウィーバーがね、はい、坊主にしちゃうっていうね、坊主にしたっけ?この作品だっけ?はい。作品です。はい。これからチェックしていきたいと思います。はい。じゃ、パワーオン!お、来ましたね。じゃあディスク、オープン。はい。で、皆さんにお伝えしなかったですよね。LD ね、こんなに大きいです。はい。レコードと同じですね、レコードのラムと。で、しかもね、裏面、表面あります。はい。これね、初めて知りました。はい。じゃあ、ちょっと入れていきます。お、入りましたね。ちょっと、テレビをオン。はい。じゃあ、ちょっとテレビにカメラ向けます。はい。どうですかね?はい。じゃあ、ちょっと再生してみます。ものすごい音が鳴ってます。ウィーンって。お、映りました。ほら、見てください。ビデオ、このビデオグラ、ビデオグラムは一般の家庭での私的視聴が用途に限って販売されています。はい、映りました。お、パイオニア来ました。パイオニア、プレイヤーもパイオニアですからね。で、映ってないですね。映ります。はい、映りました、映りました。はい、綺麗ですね、映像ね。あ、音もありますね。ちょっとチャプター移動してみたいと思います。移動するかな。おお、移動しますね。ちなみにこれ早送り機能があるみたいなんで、早送り機能も。おー、早送りできますね。できます。ってことで一回止めます。はい、ということで、無事ね、LED プレイヤーも動いてくれました。はい。ってことでね、PC エンジンも動いたんですけど、ちょっとね、絵的にね、動いてるって感じがしなかったので、今度ソフト手に入れたらね、またね、改めて紹介したいと思います。はい。今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。はい。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。